しゃがなじみの超ホブちゃんラジオ。ホビリスの皆さん、こんばんは。石原のぞみです。始まりました、石原のぞみの超ホビちゃんラジオ。今日は第79回の放送となります。この番組はセクシー女優界のホープちゃんこと私石原のぞみが、いずれはラジオ界の希望となれるよう孤軍奮闘していく番組となっております。はい、2週間ぶりということで、すいませんね、私の仕事の都合で。いやいやいや、1週間空いちゃって。いいことですよ。あ、はい、あくし今後もあるかもしれないです。あ、どんどん売れているんですよ、どんどん。ありがたい、はい、読んでいただいてありがたいっていう感じです。売れてください。ありがとうございます。それで言うとですね、はい、5月の25のゴッドタン見てください、はい、うわそれじゃん。いや、それではない、それじゃないんだけれど、ゴッドタン見てください。ゴッドタン、出ちゃった。でかいですね。うち出ちゃった。佐久間さんにも、佐久間さんにも会っちゃった。会っちゃった。会っちゃった。うわ、あの、これは嬉しい。イチャマン出るんです。イチャマン、はい、しかも、しかも、はいはい、私が M1 で結構推してた、うん、はいはい、まゆりかさん。うわ、あれ、音が聞こえていない。え、なぜ、あ、ここのこれ、ね、どこ、電源はこれだ、こっちにパワーがある。あ、聞こえているかしら。え、今喋ったの全部なかったってこと？聞こえてなかったってわけ？あ、すいません、聞こえますか？くそ。え？これ聞こえる？聞こえる？聞こえるですか？え？ちょ、何？聞こえた？聞こえたか。あ、聞こえた。やべ。まあ、動画には2分間何にも入ってなかったんだ。ま、最悪だ。そうですね。最悪だ。もう、え、今言った話もいい。完全に喋り直そう。完全に喋り直す。いや、いい話だったから。いい話だった。じゃあもう一回やるね。はい。ポピュリストの皆さん、こんばんは、石原のぞみです。始まりました、石原のぞみ超ホープチャンネル。今日は第79回の放送となります。この番組は作詞上界のホープチャンこと私石原のぞみがいずれは来週会の希望となる色興奮奮闘していく番組になっております。ああ、いいですね。はい、いやーで、はい、もうさっきさっ放送に入ってなかったところの話するわ。はい、ほんだら、うん、あの、先週はお休みしてしまって、いやいや、はいはい、すいませんでした。はいはいはい。で、かつ、その、はい、まあ、仕事が増えていてくれて嬉しいですって言ってくれたんですよ。はいはいはい。榊原さんが。はい、仕事をね。はい。仕事で、そうです。お仕事で、ちょっと、いけなくて、うん。いいことです。はい。はい、申し訳ないぞっていう話をした上で。嬉しいです。で、はい、あの、それで言うと、5月の25日の土曜日かな、土曜日のゴッドタンの放送を見ていただきたいんですよと。はい、ゴッドタン。もう嘘つき。それは、本当ですか？の持ってるやん、さっきより。いやいや、さっきより持っとるやん。ゴッドタン出るんですか？じゃあ佐久間さんにも会うってこと、もしかして。あ、じゃあ出るってことっていうか、まあ、もう出ます、で、収録したし、はいはいはい、会いました。会ったんですか？会いました。うわ、やっぱ大きかったんですか、はい、佐久間さん。大きかったというか、まあ存在としては、はいはい、その、でかい。でかいですよね。でかいですよね。はい、やっぱさすが。ですから、はい、でそれで、まあ、うん、コーナーとか出演させていただくプログラムとしては、はい、その、イチャマングランプリ。イチャマン、はい。いいですね。イチャマングランプリに、はいはい、出ることになりまして、素晴らしい。で、かつ、その、うん、あの、お相手の芸人さんが、相手が、私もすごい、あの、M1 見てて推してた、まゆりかさん、はい。うわ、いいです、まゆりか。まゆりかさん、はいはい。なんですよ。はい。もう、最高。最高だった。私はなんか好きなネタ、というか見たことあるネタをさせてもらったものですから、はい、はい、はい。もうすごい、めっちゃ緊張してるんですけど、はい。まあ、聞いていただければ、見ていただければ。緊張は、その、うん、あれ、隠してできました？いや、だから、それを見、はい、一応見てないからわかんないんだけど。うん、なるほど。でも、めっちゃ緊張した。もう、はい、今年やった仕事の中で多分一番に入るぐらい緊張しました。はい。うん、どっちと
あの中谷さんと中谷さんね中谷さんと、はいはい、あのお仕事させていただいて、はい、で私が 坂本さんの、はい、こういう感じでなるほどなるほど行ったんですけど早足で出てったんですそうでそなるじゃんなるなる、なるじゃん、うん、でそのまあ放送見ていただいて分かるんですけど、はい、イチャマングランプリって、うん、その既存のネタを、はい、こうイチャイチャしながらするんですよ、うん、でちょっとこう変更したりとか、はいはい、そっちな感じに、はい変更したりとかするから、うん、私その元からリスペクトがあるんで、はい、ネタに対して、はい、その最初その坂本さんに寄せていったんですよ。で、ね、そのリハーサルの時に、はい、なんかこういう感じで坂本さんだボソボソいう感じで、はいはいはい、うんとか、うん、やってみようかみたいな感じのをやってたら、はいはい、いや石原さんなんか恥じらいありすぎですねって言われて中谷さんにいやあの番組の制作の方で、はいはい、一旦リハーサルはその番組の方とやるんですけど、はいはいはい、その時にいやちょっとイチャイチャが足りないですって言われてで本番は、うん、結構切り替えてやりましたね楽しみですいつもと違う私は見れるかもしれないですねはい、はい、なんでちょっと楽しみにしていただけたらありがたいですこれは嬉しいですね、うん、で、まあ、2週間会ってなかったじゃないですか会ってなかった我々ねそう女子会みたいな感じで話す2週間も空いたらねそうちょっと結構しんどいところあるな。なんでだよ。なんでだよ。うん、それで、はい、そのあるんですよ。2週間の間に、うん、あこれラジオで話せんなって思った、はい。もうネタにしてやろうと思う汚い話が。なんだよ。汚い話していい。お願いします。汚いかつ、はい、私5月についていないよっていう話。うん5月についてない、うん、5月やっぱついてないついてないちょっと5月ダメですなるほど私あ、はい、合ってない小2小2ね結構でかいですけどね12分の1がもう小2合ってない小2合ってない12分の1、はい、小2合ってません、はい、なんでその話をしていきたいんですけど、はい、あの今お食事しながら聞いてらっしゃる方は、はいはい、もう聞くのをやめた方がいいまであるそんなですかまである、はい、うちからするとねなるほど、うん、まあそのいつだったかな、まあそのうん、今から言うと1週間前ぐらいかな、はいはいうん、なんですけど、まあ、その私こういう感じじゃないですか結構、はい、こう しゃべる女、はいはい、盛り上げる女 そうですね、それ別にあの仕事中だからとかじゃなくて、うん、プライベートでもそうなんですよ、はい、でかい声で喋ってみたいな、うん、女なんで、はい、そのね友達の友達が、うんのその友達の友達がこう私の友達が A でその A の友達が B だとしたら A と B が飲んでて、はい、でそこにあの石原呼びたいわと A が、うん、で B は私面識ないんですよ、はいはい、会ったことない、はい、でもその A と B は仲良しだから、うん、A と私が仲いいから B も仲良くなれるよねっていう、はい、そのあるじゃないですかありますね そこの、うん、だから呼ばれたのよ、はい、飲みにね、はいでその日雨だったけど、うん、雨だから断る女だと思われたくないなと思って、はいはいはい、意地で行ったんですよはいすごいですね、うん、意地でね、うん、でまあその A から B の話は聞いてたんですね、うん、ちょっとなんかあれあそう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 そそA から B の話聞いてる限り B は仲良くなると面白いんだけどちょっと人見知りするタイプというかなるほどこう多分あんま喋んないかもって言われて、はい、私そういうこっち好きなんですなるほどあの喋らせたくなっちゃうんです逆に燃え上がるそうそうそう、はい、盛り上げたくなるんだけど、うん、やっぱり緊張するんですよ、はい、私もあのヒューマンなんでヒューマンだからね、はい、だから緊張する中で行ったのよ、うんその会にね、はい、で、まあ、ある程度空気読んで、はい、その B も緊張するんだったら、うん、B がちょっと飲んでから私が行った方がいいなと思ったんですね、はいはいはい、もうなんかシラフであって、うん、なんかやべえやつだと思われたくはないからなるほどそう、そのシラフでもその2人のお酒の場に馴染めますよっていう、はい、その私の力を見せてやろうと思って行ったんですよ、はいはい、でじゃあなんかまあやっぱり案の定 B は喋らずあんまり、うん、でまあこう震えるじゃないですか魂があ
盛り上げたい魂が、はい、震えるから、うん、こうま、めっちゃ飲むつもりはなかったんですけど、はい、一応そのドーピングのね、はい、よく最近言ってる、はい、言ってますね、サプリを飲んで、私行きましたその、はい、頑張りました。でもやっぱ緊張してるから、はい、いつもよりすごいペースが速かったの私、はいはいはい、で私ウーロンハイ強なんですけど、はい、ウーロンハイをもうバコバコ飲んで、酒の話か、そうそう、また酒の話、はい、ごめんなさい、私、はい、お酒の話かもないです、すいません、ちょっとおもろいことするのこれは、お酒これは何が起きるの、はい、でもうウーロンハイを、はい、もう超飲んで、はいはい、でなんかもう A に心配されるレベル、先生、はい、もうえいつものペースじゃなくないみたいな、はいはい、いやでもまあドッピング飲んでるからね大丈夫だよとか言って、でまあその場をうまくね、こう、はい、A と私が喋ってたら、はい、B の意味がないじゃないですか、そうですね、でやっぱ B を喋らせたいから、おどんな、もうどんな音楽聞くのみたいな、うえーみたいな、ふーとか言って、はい、もうでもやっぱ緊張してて、はい、あと3時間で結構飲んだんですよ、はい、もうブワーって飲んで、はい、私いっぱい飲むと歩いて帰りたくなるんですねあのバカな距離でも、なるほど、うん、でそのバカな距離を歩いて帰ったんですよ、はい、結構な距離を、うん、2時間ぐらいかかる、あら遠いですね、そうで、はい、まあ、A がそのまま私ん家泊まりに来れって言ってたから、はい、あじゃあもうそのまま一緒に帰ろうって言って、ごめんけどうち歩きたいから、はい、お前も歩いてねって言って一緒に歩いてもらって、はい、で歩いてる時に、まあコンビニ行って、はい、すごい東京いっぱいあって、でコンビニ寄って、はい、缶買って、はい、飲みながら帰ってたんですよ、はいはい、でももう私そう3時間でベロベロだったの、はい、もうあーみたいなあーって感じだったから、はいはい、もうえーとか言ってもでも、うん、そこまで行っちゃうと逆に飲みたくなるんですよ、なるほど、ね、ここでセーブ聞けなくなっちゃ う, そうはぁ飲まないの、まあ若干わかります、ね、ってなるじゃん、はいはい、で飲んでて、でまず一つ目の事件があって、はい、私その酔っ払うとなんか、うん、なんかね道端で、はい、なんかいろいろやっちゃうんですよ、道端でいろいろやっちゃう、そうはいはい、でその日は、うん、でんぐり返し、でんぐり返し、うん、でんぐり返しね、はい、したんですよ、え酔っ払ってて、最近それのね20周年だかなんだかがありましたけども、でんぐりが酔ってでんぐり返しした有名人のえ同じことやったんですか、やめてくださいよ、一緒にしないでくださいあ、そうですか、そう 私は、はい、そう雨なのに、あそう、皆さん雨なのにですよ、はいはいはい、雨なのに、まあ、はい、止んではいたけど、はい、地面はこうウェッティーな状態で、ウェッティーで、はい、そうでんぐり返ししたら、はい、その私 AirPods ユーザーなんですけど、はい、AirPods その、ね、動画を撮られてたの友達に、ほう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 、だってもうおかしいじゃん、でその朝に見せようと思ったんでしょうね、はい、でその撮られてて、うん、でんぐり返ししてあははって笑って、はい、っていう動画をよく見たら、はい、イヤポッツがパカッと開いて、あらあのコロコロコロってこうイヤホンがコロコロコロって、はい、で、あそのまま帰ったの、ほうでイヤポッツはそのコロコロしたまま、はい、帰っちゃって、ほうほうほう、次はネイルがあったんですけど、ネイル帰るやってもらって帰るぞってなった時にパカッと開いたらもういなくなってるのよ、はい、イヤホンが、うわ、はい、やらかした最悪だ、うん、まずこれが一つ目、はい、で、まあ、歩いて帰りました2時間ね、そっからねちゃんと2時間しっかり歩きました、すごいですね、タクシー使わず、はい、もう途中でタクシー乗ってもいいんだよって言われたんだけど、はい、あもういいもう歩こうって歩いてて、はい、で外の風があって、うん、歩いてる状況だと自分の酔いって分かんないんですよ、ほうほう、自分が今どこまで酔ってるか全然把握しきれてなくて、はい、家着いてでこうベッドにこう座ったんですね、まず、はい、座ったらあすごいぐるぐるするなと思って、うん、で気持ち悪いなと思ったんですよ、はい、私お酒飲んで気持ち悪くならない、ならないというか、まあ、なっても耐えるんですよ耐える私はゲロを吐かないをモットーにしてます、はいはいはい、そう私の人生のテーマ、いやこの話でやっぱりゲロは避けられない、うん、ごめんなさい絶対ゲロ来ると思ったでしょうね、すいません、ゲロの話をします、うん、ゲロかクソかどっちだろうなと思ったらやっぱ吸い寄せられるようにごめんなさい、ゲロスーッとゲロの方に、そうですよね、はい、続けてください、はい、で、まあ、うん、もうゲロが、はい、
もうなんか私は昔一回そのすごいショットを飲まされて、はい、もうおえってデボ入れたことはあったんですけど、はいはい、もう朦朧としてるからその時はショットで、はい、もう分かんなかったまま吐いて、はい、あとファミマの袋を突き破ったことがあるんですよすごくない？すごい、すごいね。うちの岩子はい、強いんですよ。グッグッの一回のあれがめっちゃ強いの。そのゲームを押し出す力がめっちゃ強くて、だここら辺のもう私体調不良でも吐かないですから、はいはいはい、もここはそのどんなことよりも嫌なんですよ。はい、ゲボを吐く。そうですね。もうどんなことよりも嫌。はい、もうだから全財産奪われてもいいレベルで嫌だったの。そんなに嫌なんですね。そう、はい。もう怖いから、うん、ゲボを吐くこと。でも結構前吐いた時よりも間空いてますから、うん、はい、怖いと思って、でも、うん、吐いてない人だから分かる、はい、ゲロのイントロが分かるんですよ。ゲロのイントロが。イントロがもう始まってた。ゲロがもうサラッサラの唾液が絶え間なく出続ける。わー、それはイントロですね。イントロがずっと出てて、はいはいはい、やべえこれ絶対吐くと思って、はいはいはい、でも吐きたくないから、はい、耐えるしかないんですよでも酔っ払ってるから超眠たいし、うん、寝転びたいの、うん、あ、2時間歩いたからなぜなら。そこがまず変ですからね。そう、もうやばい、もうやばい、もう気持ち悪いと思って、うん、頭高くして、はい、気持ち悪い気持ち悪いと思って寝たんす、はい、寝たんすよ私。お、寝た、うん、もうこんなタップタップなの、はいはいはい、もう寝るしかない、ね、寝るしかない、はい、寝たらいけると思って。なるほど。寝て起きたら、はい、まあ、朝7時に起きたんですよねその日は、はい、じゃあ二日酔いの時みたいな、うん、もう分かる、あのパッて目覚めた瞬間に分かる、はい、不快感、はいはい、あのスッキリ起きれない感じがあって、うんうん、うわー最悪だ、もうこれ二日酔い決定だと思って、うん、もう寝入りも行かなきゃいけないのに、はいはいはい、もうこんな状態で寝入りされたら私多分途中でやっちゃうよと思ったの、はいはいはい、もうダメじゃないのって思って、はい、でもあの点滴、二日酔いの点滴ってあるじゃないですか、そんなクリニック、はい、高いんですよ、はい、1000円ぐらいするやつ。でもそれをやってもいいと思うくらい、うん、切羽詰まってたんで。結構ですね。こっちもゲロ慣れしてないんで。ゲロ、そうか、うん、ゲロ慣れしてないんで、はい、そのやべえと思って、もうダメじゃんこんなダメだと思って、ウーバーイーツで、はい、あのポカリスエットとしじみの味噌汁を頼んで、はい、もうでもね二日になっちゃったら、うん、もうなっちゃうんですよ。もうそっから、うん、なんか今から対策できることなんて正直ない、まあ、そうですね、から、はい、もうダメだ、もう今日ダメな日だと思って、最悪だと思ってで、はい、でその最近よく遊んでる、うん、まあ、前お話したかもしれないですけど、エイブジョイの子でミホナナちゃんっていう子がいて、うん、ミホナナちゃんはそのよくゲロの話をするんですよ。ゲロは吐かないんだけど、はい、その小学校の時ゲロ吐いた子の名前意外と覚えてるような説みたいな話とかしたりするのだから、はい、ゲロ仲間だから、はい、その助けをね LINE で、うん、したんですよ、はい、二日酔いなんだけどどうしたらいいみたいな LINE したら、ポカリ、しじみの味噌汁みたいな、はい、あとはとにかく寝るかなみたいなのが来て、うん、もうそんなんゆっくり、私はもうトイレで、はい、もう何回もこう込み上がってる唾をペペペペ吐きながらそんなのもう調べきってることなんだよ、はいはい、もう分かってるもんなのって思ってて、でもダメだもうはぁと思ってたら、はい、あ、これ来るなと思って、はい、ゲボ、はい、お、来た、お、来た来た来た、ぽえってトイレにちゃんと吐いたんですけど感動しました、はい、こんなに吐きたくない人間も、はい、あの体 の, その作り的に、うん、本当に吐かなきゃいけない時って勝手に出るんだなと思って、はいはいはい、ゲボがゲボ出ました。出たですね、うん、なんかでも、はい、あの全然恥ずかしくないですよ、はい、話してるんで、うん、あのなんか誇らしいんです。誇らしい、うん、なんか大人になった気がして。あれそうですか、はい、 お酒飲んでちゃんと出入ってちゃったと思ってああすごい、すごいウーロンハイ。なるほど、うん、だから道端で入ったところではなくちゃんとね、あ、もうちゃんと家の中のあのね、はい、だから私は、はい、あのバゲロする人間とか、はい、あと道端で吐く人間の気持ちは分かんないです、うん、なるほど、ごめんなさい、はい、そこはもうだから私はゲロのイントロを知ってるし、まあはいはい、あのそこに行くまでの、うん、分かります、その
あ、今これやばいなっていう状態、はいはい、わかります、もうあの知ってるんです、はい、だから そこになる時にちゃんとトイレに行けるんですよ。素晴らしいです。だから、はい、事前に行ってペッペペッペッツバも入ってるしペッペペッペッツバ入ってたらいつもにこぶっと出て、まあ、そうその詳細の描写いいです。え、大丈夫でも音とかも覚えてます、はい、あ、音いらないです。大体みんな一緒だから。そうだでも、はい、無音でゲロ吐ける人って多分いないですよね。いないですよ。あれすごいわ絶対声出るようになってる、うん、そうですね。でその、はい、美穂ちゃんと LINE してたら出ちゃったから、はい、すごい感謝してて私美穂に、はい、なんか LINE してたらゲロ吐けたから本当感謝してます、はいはいはい、これ見てたら本当ありがとうっていう、ああなるほど、はい、ありがとうっていう話です、ね、そうありがとうっていう話で、なるほど。で、はい、私そのまあゲボ吐いたよは一旦区切りますけど、でもエアポッツなくしちゃったんで、はい、雨の日の地面、うんうん、もう車も通ってぐちゃぐちゃになってることでしょ、はい、だからもう拾いに行かないことにしたんです。なるほど、うん、でもういいや私の買おうと思って、うん、私の買ったんですよ、はい、あのこう家電量販店に行く機会があった時に、うん、まあ、同じやつを買ったんです、うん、エアポッツプロの第2世代、うん、あのタイプ C のやつねを買ったのよ、はい、でこの間ご飯に行ったんですよ。お酒なし、その日はお酒の飲んでなくて、うん、ブッキーに会ってご飯食べて、はい、で C 社行って、うん、もうそれに帰ったんですよ、もう日付変わる前に。で次の日なんだったかな、あ、松パに行こうと思って、うん、パカッて開いたら右耳がなくなってるんですよ。え、おニューですか。うん、え、今もなお、今もなお、ちょっとやばい、ついてないだから5月クレームじゃないですか、うん、入ってなかったとかじゃない、入ってなかったわけはないですよ、もうその日に私はつけておりますから、うん、納得いかないです、ね、わそれはっていう、しんどいですね、この2週間 この汚い話をしてみました、うん、はい、まあ、随分派手な、うん、私生活、ね、というか、はい、そのドーピング、うん、聞いてないよね、まあ、なんでしょうね、そのドーピングあるせいで加速してますよね、うん、確かに、うん、そこだ、うん、今後はそこを踏まえてドーピングあるしっていう話がね、うん、確かに、やめます、うん、ドーピングなくしてみたい。ドーピングなくしません。あのドーピングをなくすと、はい、私もう2でダメなんですよ、2杯で。あ、なるほど。そんなのつまんないじゃないですか。つまんない。そうですよね。ということで、はい、じゃあ普通と読みますね。お願いします。はい、ポピネーム、いつかのみじんこさん。のぞみん、さかきばらさん、こんばんは、ふつおたです、私は先日初めてのメールで超ホープちゃんラジオの過去封印会について質問させていただいたものです、メールを読んでいただきありがとうございました。自分の書いたメールをのぞみんが読んでくれることは想像以上に嬉しく、脳内麻薬的なものが体内を駆け巡り、過去にないほどの快感を得ることができました。やばいじゃないか。ベテランポピレスさんたちはこの快感を知っているから毎週メールを送り続けているのだと納得しました。たとえ丸々な AV のネタがなくとも絞り出して投稿、時には体調不良の自分に代わって母親に投稿させるなど執念に感じる投稿を続けるポピリスさんたちに対して、はいはい、ああこの人たちは特殊性癖な人たちの集まりなんだなと感じていましたが、今では皆さんの気持ちがすごくよくわかります。これからも毎週は無理でも機会があればメールさせていただきます、さて質問させていただいた封印会ですが、ラジオトーク2点無事に聞くことができました。これで超ホープちゃんラジオコンプリートです。これからも毎週楽しく聞かせていただきますということで、素晴らしい、すごいわね、うん、ちゃんと全部聞いていただいたということで、はい、ありがとうございます、うん、まあそのちょっとディスってね、うん、とは思ってますよ、私はそのなんですか、そのな、時には体調不良の自分に変わってたのをね、絞り出してたのみんながもう枯れてるような、ね、そんなことないですから それもまた、はい、何コンテンツそうです、ね、ですから、みじんこさんも、いつかのみじんこさんも、はい、あの別にこうならなきゃいけないわけではないですけども、うん、こうなっちゃうと思います、そうです、今後、それあの皆さん、そのポペリスの皆さんすごい仲がよろしいので、その投稿主さんが誰だかとか、はい、まあ、そのツイッターでつながってたりだとかで、はい、こうお互いを鼓舞してらっしゃるので、その心配には値しませんので、いいですね、そのなんか
誰かを潰してしまうほどのラジオをやってるつもりはありませんか、私は。よろしくお願いします。そうですね。みじんごさんもぜひ、うん、ぜひ送ってください。ただ苦しんでる人がいることは確かに。あんま言わないでこ。そうなのよ。そうなの。みんな苦しんでるのよ、うん、はい、そう。苦しんでる中で、その、すごく長文を送ってくださった方、はい、お読みします。ポピネーム、エバースさん。のぞみさん、榊原さん、スタッフの皆様、そしてポピレスの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいております。ふつおたです。日記2、長いので2回に分けさせていただきます。どう見られているのか、どのように声を犯されているのか、少し前までいつも気にしていた自分がいました。しかしある時からその見るベクトルが変わりました。自分にではなく自分からにです。周囲の人をどう見て差し上げるのかという真逆の視点です。とは言うものの、やっぱり見られているのだと思い知らされる一件がありました。同僚が部下からこう質問されました。いつも出勤時にリュックを背負ってますよね。そして片手に弁当箱、帰りも弁当箱を持っていますよね。リュックになぜ入れないのか疑問に思っていました。ん？ちょっと待ってください。のぞみさん、榊原さん、スタッフの皆さん、そしてポブリスの皆様、こんばんは。ちょっとあの途中で送られたまま寝ちゃったのかしら。気になる中国ドラマみたいになってるからやめて。ちょっと一旦ちょっともう。じゃあ一旦エヴァさんやめましょう。じゃあ一旦エヴァさんやめましょう。エヴァさん。エヴァさん。読む全部読む。分かった。じゃあ皆さん、あのこれは一回全部読みます。のぞみさん、榊原さん、スタッフ皆さん、そしてポピレスの皆様、こんばんは。毎週実に楽しく聞かせていただいております。ふつおたです。日記さん、途中からになってます。私は職場は7階にあります。あ、これか。出勤時基本的に階段を利用します。ダイエットのためです。あれ、でも全然話はつながっていません。ダメです。あくまでも基本的にです。時折挫折します。心が弱いです。階段を上ることは苦痛です。4階かなと思って表示を見上げると5階だった時は嬉しい。でもこの誤差は先生1回分。大概は推測した回はほぼ9割の確率で当たっています。得した気分になることは稀です。毎度肺を食いしばり7階に上がりきります。区間を走り終わった駅伝選手のようになだれ込むようにして自責につきます。これを始めて7キロも痩せられました。のぞみさんは健康のために何か具体的に取り組んでおられることはありますか？最近のツイートでは飲んだ後転倒されたとのことでしたが、どうかこれくれぐれも事故にも気をつけてお過ごしください。もう一個あるから読むね。はい、のぞみさん、榊原さん、スタッフの皆さん、そしてポピレスの皆さん、こんばんは。今回は2週間ぶりの放送で胸が高鳴っております。さて、ふつおたです。日記1、前回の放送でのぞみさんよりエヴァンス日記を糧にしてとの大激励をいただき大変光栄ですが、少々プレッシャーを感じておりますが、あえて挑戦してみます。先日のことなんですが、視覚に障害をお持ちの方が駅のプラットホームの端を歩かれていて、なんだか落下されるかもしれないと思ったので勇気を振り絞ってどちらに行かれますかとお声掛けをしました。〇〇駅ですとのことでした。車両まで案内し駅員さんに託しました。その後、久しぶりに社会のお役に立てることをしたなと自己満足に浸っておりました。当たり前のことかもしれませんが、のぞみさんは最近なんかいいことをしたな的なエピソードございますでしょうか。よろしければお聞かせいただければ幸いです。私はずっと気になっている日記2の結末。すいません、じゃあ結末から先にやりますね。はい、日記に、リュックに入れないのか疑問に思っておりましたと。まず何より彼の何気ない振る舞いに関心を寄せている人がいる。そのことに私は驚きを禁じ得ませんでした。ずっと尋ねたいと思っていたとその部下は言います。同僚は使用のパソコンや書籍を入れていることに加え、弁当箱を入れると傾いた場合に汁気が漏れる恐れがある、そういったことを説明しました。かつてお使いしたことのある上司、鼻毛が伸びて顔を出していることがいつも気になりつつも、それつい言い出せずに終わった経験があります。指示が頭に入れないほどのディープインパクトがありました。どう見られているか、これをまた一定ほど気にする必要があると感じ始めた昨今です。長文失礼いたしました。追伸、最近職場の近くにセブンイレブンが開店しました。大変に重宝しております。確かのぞみさんもセブン派ではなかったでしょうか。はい、日記は週に一通にしましょう。
こういう混乱が今起きました。そうですね。前後がどれか分からなくなってしまう、はい、これは別にダメ出しは何もないです。そうですね、ただそのやっぱりエヴァンスさんと向き合っていきたい私は。もうなんか全て、全て受け止めきれないわ一旦。そうですね、うん、いっぱい答えてありたいんですけれども、うん、そう、ようやくしていただけたら何よりまさのりでございます。でちょっとささっと答えてしまうことになるんですけど、はい、セブン派です。あ、はい、いっぱいあったけども、うん、そして、健康のために取り組んでいることは特にないです。ホットヨガに行ったりだとか、はいはい、食事をそんなに取らない、夜は取らないようにしたりとか、1本1300円もするようななんかすごいコールドプレスジュースなるものを溶きたま飲んだりなどしております。以上です。そしていいことしたな的なエピソードでは、5月はついてない月なのですいません、まだいいことはできてないかもしれませんが、なるべくその人に迷惑をかけないように生きようっていうテーマはございます。以上です。ありがとうございます。お願いします。で、そう、今ね、はい、こうコメントで来たんですけども、うん、ツイートにしたらどうと。ほうほう、エヴァンスさん、うん、ツイートだと私見に行けますよ。ハッシュタグエヴァンス日記していただければ。この番組のハッシュタグではなくて、もうこの番組のハッシュタグでももちろんよろしいですし、はいはいはい、エヴァンス日記、もうハッシュタグなんて何個つけてもいいですから。そうです、ね、この番組のハッシュタグ、うん、エヴァンス日記、そしてハッシュタグ石原のぞみで、うん、そうですね、ツイートしていただければ私見に行けますんで、なんか変なのがあったら取り上げましょう。そう、変なのあったら、はい、このトークの時間で喋ることなかったら、そう、エヴァンスさんの日記取り上げます。そうですね。それに行きましょう。そういう感じで行きましょう、はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、ちょっと一旦この疑問点が来られて、疑問点がある方がいらっしゃって、そちらのちょっと解決をさせていただきたいです。はい、ポペネームルルさん、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。そして素敵なスポンサー特典を用意してくださってありがとうございます。スポンサー特典について質問があります。特典を受け取るためにはスポンサーギフトを送った後、この番組のお便りに名前や住所を送ればいいですか。また勝手なお願いで申し訳ないのですが、同居人にバレたくないので別のポペリス同じくこの番組のスポンサーのところに一緒に送っていただくことは可能ですか。もしお手間が増えてご迷惑をおかけするなら、ポストを全力で監視して誰も触らせないようにします。面倒なお願いをしてすみません。可愛いステッカーとチェキを手に取るのを楽しみにしています。ということで、これは別に構わないんじゃないですか。ダメかな。全然 OK です。いいですよね、はい、大丈夫ですよね。名前を、うんうん、名前をですね、なんかルルさん、はいはいはい、っていう方があれなんですけど、別のそのポペリスさんで、うん、同じスポンサーをしてくださってる方のところに一緒に送っていただくっていう感じ。あ、もう全然それは構いません、うん、はい、なんか普通そのスポンサー特定の何その住所を送るとき、うん、はい、に、まあ、普通オーターで送っていただけるときに、うん、ちょっとプラスで書いていただけてたら分かりやすいかなと思います、うん、はい、うん、あ、まあそうですね、うん、まあ、一応それは添えて、そうそう、なんか、はい、私はルルなんですけれども、うん、そのいろんな事情がありまして、はい、許可はいただいてますのでということで、はい、別のスポンサーさんの住所、はい、でその別のスポンサーさんも一応普通歌で送っていただけてるとこう一致しやすいと思いますんで、そうですね、はい、そちらの方も一緒に送っていただけるとありがたいでございます。はい、はい、じゃあ最後読みますね、はい、スポンサーをになった方でまだ住所送ってない方はね、うん、そう、送っていただける、送っていただけるとありがたいです、はい、事務所の DM にツイッターだと事務所の DM に送っていただけるとありがたいと事務所側もツイートしますしたんで、はい、お願いします。ただ普通歌でも構いません。普通歌でも、はい、じゃあ最後読みます。ポペネームぶどうちゃん、普通歌いつめの皆さんこんばんは。本日はガチ恋勢としてかなり個人で素敵ですが悩みがあり相談させてください。私現在 VIO 脱毛を検討しております。というのもそもそも全身毛が濃いタイプなのですが、汚い話特に尻毛がとんでもないのです。銭湯に行った時近所の子供が尻毛の中で迷子になったこともあります。ただ私もファン、石原さんが毛が濃い人が好きなこと、パイチンなし勢ということは認識しております。そこで相談です。例えばですが V 残し、愛用なくしであれば、許されるでしょうか。
正直私と石原さんが体を交えることが今後もないのは承知しておるのですが、V も行ってしまった場合、これからイベントに参加した時にうまく笑えるだろうか、こんな私も愛してくれるだろうかと不安があります。ただできれば V も行きたい。なぜならタイでは V を残そうが行こうがそこまで値段に大差がないのです。ご意見お願いしますということで、私好きなんですよ、男性の無駄毛が、はいはい、自分の体と差があればあるほどいいんですよ。あ、そういう理由で。そうそうそう、うん、もう男だなと感じさせられる部分、はい、パッと見て、なんでその毛はあった方がいいですって言ってるんですよ、うん、このパイチンがはびこる世界で、はい、私は言ってるんですけども、はい、正直、うん、まあその今ってその介護脱毛があるじゃないですか。介護するためにあの脱毛しておくということで、はい、VIO を将来のために脱毛される40代とか50代の方が増えてるらしいんですよ今、はい、そのね、やっぱお世話するときにない方がやりやすいみたいなので、うん、まあ一種の気遣いというかね、でやってる方が多いらしいんですけど、うん、だからその私は毛がある人が好きですが、うん、自分の毛の有無を決めるのは自分なんだよ、はい、あら別にそこで嫌いになったりしませんし、多分密かにパイチンの男多分いますよ、はいはい、私のファンに、ええ、きっといます、うん、別にそこでいやお前パイチンだしなんか適当にファンさしようみたいなのはないってそんな、うん、そんなのはないんで、もう行っちゃうところまで行っちゃえば、はい、ただ VIO めっちゃ痛いんで、うん、気をつけてください。タイは出力的にどうなのかわかんないですけど、その脱毛事情知らないんで、はい、結構マックスでガンガンやられてるお国なのであれば、うん、めっちゃ痛いと思うんで保湿だけはしっかりしてくださいね。はい、これ彼はその、はい、背中を押してほしいのかもしれないですよ。あ、背中を押してほしい、もしかしたらなくせばなくしちゃえばでやってみろよ、はい、そう一回やってみろよ。そうですね、一回やった程度じゃ、はい、その毛っつうのは消えませんから、一瞬なくなるだけでまた生えてくるんで、はいはいはい、やべえ痛いのダメだなと思ったら、はい、やんなくていいと思うし、うん、結構人によって VIO の V が痛い、 I が痛い、 O が痛いっていう人がいるんですけど、うん、私は I がめっちゃ痛かったんですけど、I が痛いんだ、もう焼けるかと思いました。冷や汗で自分の毛が背中にびっしりつく、産毛が、その剃られた産毛がこう周りにあって、はい、それが冷や汗でついてくるぐらい痛かったんですけど、まあでも困ってるのであれば、その生活に、うん、生活にっていうと生活する中で毛が邪魔だなと思うんであれば、はい、やっちゃえばいいと思う、一旦。なるほど。でそのやっぱその教えてほしい、会うたびに今の VIO の状況を。そういうのちょっと楽しんでいきたいなと。ちょっと彼のためにこれだけはちょっと一個代弁として聞かせていただきたいですけど、何ですか、まあ、毛濃い人好きじゃないですか。好きです。毛ないやつが無理っていうことではない。あ、そうそうそう、毛ないやつが無理なわけじゃないです。無理じゃないですよね、うん、全然、うん、私の男らしいなと思う基準の中に一つ入ってるだけなんですよ、はい、入ってるだけ。それがなくたって別に何ら変わらない、男であることには変わりないじゃないですか。そうですよね。そう、うん、なんその何なんだろうな、こうどう考えても骨格的に、うん、男だと感じさせる部分ってあるじゃないですか、はいはい、すごい肩幅広いとか、こう、うん、腕が太いとか、はい、まあなんか別にこう声が低いとか喉仏が出てるとか、うん、もうこう完全に女じゃない生き物だと認識する部分があればもうそれでいいんですよ。なるほど。じゃあもうこれはもう彼も、うん、何のだって見たことあるでしょ、ブドウちゃんあんなんもう、うん、パイチンでも男だってわかるなりきてんじゃん。じゃあもうね、これは、うん、勢いよく勢いよく、ね、勢いよくバチバチ脱毛してみてください。はい、ということでそんな感じですかね、はい、というわけで毎週水曜日のこの時間は石原のぞみの超ホビちゃんラジオ、よろしくお願いします。石原のぞみです。毎週水曜日の21時から石原のぞみの超ホビちゃんラジオ。
石原のぞみ演技力検定、職業女優の私石原のぞみが純粋な演技力を披露。純粋ってなんやね、毎週視聴者から寄せられるとんでもシチュエーションをそつなくこなし、女優としての格を皆さんに見せつけるコーナーです。格を見せつけられたかどうかはリスナーの皆さんに判定していただきます。合格だったら希望、全然ダメだと思ったら失望スタンプをお願いします。最終的に、希望スタンプが半数以上だったら合格とします。では早速やっていきたいと思うんですけども、私この間やった時思ったんですよ、はい、あの榊原さんに選んでもらってやる方がやりやすい、やりやすい、うん、から選んでくんに、うん、こちらかしら、うん、はい、まあまあ送っていただいて皆さんありがたいですわね。 Thank you。 じゃあこれでね、はい、これでね、はい、はい、では早速一つ目、ポペネームてっつん、演技力検定。運転する前にはすごく自信がなさそうなのに、ハンドルを握った瞬間に性格が変わるペーパードライバー、はい、いやマジでその今日の旅行はみんなマジで保険入ってきてるよなほんまにごめん。いやちょこのメンツやから、まあ、運転できるっていうか、まあ、免許持ってるの私だけやし、いや結構車、うん、不安やねんけど、まあ、でもほんまちょほんまにごめん、事故ったらほんまにごめん、ほんまにごめん、もうそれだけ。あとは絶対シートベルトしててほしいし、ほんまにごめん、もうほんまにな、あの全然無理やってん、ギリ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 で免許取れたほんまギリギリやし、あとなんか駐車するときとかも多分ほんまにめっちゃやると思う、めっちゃ時間かかると思うけど、まあ、それだけほんまにごめん。いやマジか、ちょっと、いやでもほんまやばいって、2年半ぶりハンドルやばい、全部下道でいい、全部下道奈良まで全部下道オッケーいい、じゃあほんま高速怖いね、高速だけはマジで怖いね、ほんまに、ちょみんなほんまシートベルトして、でっかこの車、無理やって、ずっと K やってんだ、いやそっか、ポポ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 ポえしゃー行くで、ほんなら行きまーすえーしゃーいえ、こうやって何キロまで出していいやつで、ここ結構、でもさ、なんかいろいろ考えてたけど、ハンドル握ってまえばもう止まるか走るかとどっちかやもんなしてくれやば前の、あ、いけばい前のチンタチンタ遅いね、マジで。ちょ、横の窓開けてくれへん。そっち。ちょ、助手席開けて。ちょ、こそ。お前ずっとな、チンタチンタ走ってんちゃうぞ。しょうもない運転すんな。しょうもない。助手席にかかったじゃん。しょうもない。ごめん。ごめん、ごめん。このなんでこんな混んでんの今日平日選んだのに、しょうもない、しょうもない、どうだしょうもないとこ行くで、こっからはっ、ゴミかい、買っとけや、だるいわ、うん、タバコ吸ったらあかんで、レンタカーやし、まあいいか、ええよ、吸ったことないけど一本くれよ。やばい、やばい、ケムケムやばい。あーもうやばいって、ちょ一回止めるわ、一回止める。あ！やべ、転倒してもた。いいですね。いや、私ほんまに免許持ってないんですよ。ああ、そうか。でも全然わかんない、全然わかんないから。いや、でもなんか
全部下道でいいとか、うん、マジで出そうです、うん、そういう自信ないやつな素晴らしいありがとうございますそうそう助手席に向かって唾吐いたのやばすぎた見えてないから、うん、その怒ってる時は見えてないからあそうかハンドルの部分を持つと皆さん希望をいただいて ありがとうございますはいじゃあいきますか、はい、じゃあ続きまして、続いてもボブネームてっつん遠慮くてんて、テレビの取材で自分が育てた自慢の野菜たちを鼻高々に紹介する鉛の癖が強い、まあ、お母さんどこの鉛にしようはいえもう待ってるのこれはあ、OKOK、OK OK あ、青森県で、野菜を作ってます、山田です、よろしくお願いしますあ、間違え京都府です京都府で、野菜を作っ京野菜をね作ってます、山田ですよろしくお願いします、うん、いやあのテレビとかはあんまり取材受けてへんのやけれど、まあ、今回は TBS さんということで、はい、受けさせていただくことにしましたいやでもうちの京野菜は味がすごく優しいから京料理京風料理のお出汁の感じとかにすごくマッチするんですね、うん、だからすごいね上品な人はみんな食べてるから。いや、でも、大阪には、大阪にはね、出してないんですよ。紹介お願いします。あ、紹介。はい、何の？お野菜の紹介。あ、はい、あ東京の人はペースを乱してきはりますね。ほな、こちら。こちらが京都の人参、人参です。これはね、皆さんお雑煮とかは何で食べはりますか？何味で食べはりますか？あ、お雑煮ですか？うん。あ、でもそうだった。まず関東。ああ、はい、お出汁のね。出汁の、はい、はいはいはい。まがいものやね。まがいものを食べてはるんやね、はい、お正月のあんなめでたい時から、はい、京都30秒です京都はお味噌白味噌で食べますからその白味噌のお雑煮にすごくぴったり合って人参の赤と白味噌の白で紅白がそこで生まれるんですね、うんうん、お正月の大晦日に紅白歌合戦見た後は、はい、お雑煮でも紅白ちゅうわけなんですわあと10秒です、ほんまにみんな全部おいしい野菜作ってるからいつでも来てやんいや鉛が強いってね難しいんですよ私だってもう元から鉛が強いですから難しいよ確かに確かにそう青森のやつ行こうかなと思ったけど、はい、その青森の本物を知ってる人たちが聞いた時に、はいはいはい、アンチ来そうでなるほど逃げました京都に間違えた時としたんですありえないありえない間違いがおい失望来てるけど失望来ましたこれはちょっと確認しないとです、うん、これ一回抜かないとあ、はい、大変やなこれはなら聞くかなんで？テイストがやっぱり途中で変えてきたなっていうのが厳しい厳しい最初のぬぼーっとした感じのキャラはすごい良かったです、うん、あ、なるほどでも絶対尺が足んないなと思ってた早めてきたなと思ったのが分かっちゃったわかりました、今後の参考にさせていただきます、はい、ありがとうね、タムシャブ、バイバイ、はいもう一人いるから、はい、もう一人聞くわ
ま、なんですか、なんでですか。え、なまりではなくないですか。いや、なまりだよね。なまりでは。なまり。途中途中なんか違くないですか。いや、なまりだよ。だって、いや、あなたたちは、私もね、その関西弁に慣れてらっしゃるから、そのなまりだと思ってらっしゃないかもしれないですけど、これは立派ななまりであって、なまりの癖が強いって出てるんだから、なまりに癖を加えただけですよ。癖が出るか。人参だですか。人参は、ただの、その、迷い。迷い。迷い。あれ迷いです。うん。あの、自分がもっと癖を強くしなきゃいけないんだなっていう、石原の葛藤。これは農家の山田じゃない。足りねえかなと思って足す、うん、足したの。足した。そこで。そう、石原の迷いよ。はい。もう許しないよ。私を許して。これを受けた上でどっちがですか。あ、これを受けた上でどっち失望か希望か。じゃあ頑張ったんで希望に。優しい優しい優しい、うん、ありがとうね。はい、バイバイクラブちゃん。なんか圧かけて。うん、圧かけるものじゃないよね。ねじ伏せました、ね。うん。なんか、圧かけるもんじゃないなって今思いました。はい、今後は、ちゃんとやっていきます、演劇検定。はい。どうする、もう AV 行く。行きましょう。うん、わかった。はい、じゃあ、ということで以上、演劇検定でした。もう、ごめんなさい。すいません。いや、あの、仕事中は仕事していただきたい。気合を入れて、演劇検定石原まさみ、超のぶちゃんラジオ。まるまるな AV のコーナー、下から入れたアナルビーズがもう鼻から出てきていて引き抜かれる瞬間がとっても楽しみだと語っている AV のようにこのように存在しない AV を募集しています。最後に私が今週一番気に入ったものを発表しますということでね。なんか、うん、2週間経つと、はい、なんか新鮮な気持ちでまた向き合います ね、うん、いいですね。その先週の MVP と、はい、うん、皆さんも休めたんじゃないかな。そう、皆さんもね、はい、ちょっとお休みいただいたと思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。ポペネームクールシャチさん、まるまるな AV、男優さんの耳元から女優さんを見上げるように撮られた騎乗位のシーンで、女優さんが覗けるように後ろに両手をついて数回腰を振るとスルッと抜けて飛び出たチンコが万歳したキューピー人形になっていた AV。 出たよ。クリシャチってこういう怖いこと言うからね。たまに来たこの感じのやつ。なんでそうなったんでしょうね、うん、クリシャチはなんでこれを送ろうと思ったんでしょう、うん、ちょっとまたゆっくり聞かせてください。はい。じゃあ続いて、声が遠いです。え、ああでもね、違うの、マイクつけたから遠く感じるだけ で、うん、でさっきが近かっただけなんですよ。じゃあ続いていきます。ポペネーム玉しゃぶろうさん、まるまるな AV、 ひもパンの腰ひもを両手でつかみパッと引くと、なんとクリトリスが起きたままテーブルクロス引き AV、 ナイスマチャーキチャーキーが引いたんだよ。うまいからね、チャーキーは。だから人がもう固定の固定の AV ってことですね。これはシリーズ化されやすい。マチャーキーすごいって空気なるからね。なる。クリトリスが出ちゃってんだから。はい、じゃあ続いて、続いても玉しゃぶろうさん、まるまるな AV、介護ベッドが誤作動し。体がくの字に畳まれてしまったため奇遇にもセルフフェラシーンが撮れたコンパクト AV。 強いね、玉しゃぶろう。すごい、うん、これはすごい、ほんとすごいよ玉しゃぶ。何が AV なんだよ。ほんとだよ。何がかわいそうすぎる。介護ベッドに寝かせてる人は誰なの。それによるわ、笑えなくなる可能性がある。こんなの介護現場の事故だよこれは。事故。じゃあ続いて、ポペネームタコスさん、まるまるな AV、ファン感謝祭で激エロ犬のコスプレをすると宣伝し、いざ見てみるとチャプター1では映像がなく音だけで、監督がやっば
エロといろんな期待をさせておいてチャプター2の映像ありを見るとただの犬の被り物をした女優と犬の被り物に興奮する監督との話のやり取りなだけで全く抜きどころがなくファンにブチギレられる AV 次回予告チチダスネタにすることでしか思いつきませんでしたすみませんありがとうございますそうですね、ほぼ実話です、ね、うん、ほぼ実話です、はい、これが AV じゃないだけで、そうです、ね、はい、気になる方はね、あの 2,3 個前 の、 あの、はい、ラジオをね遡っていただければいいです、はい、ということで続いて、ポペネームてっつん〇〇な AV、いつでも乾かないように閉じることができるチャックマンコ AV チャックマンコ言いたくなるね、乾いてもいいんだよ、うん、別に乾いていいんだよ、うん、犬の鼻じゃないんだ、うん、本来あのそんなあのずっと蒸らしておくことは危険ですから、そうなんです、はい、乾かしてくださいね、じゃあ続いて、続いてもてっつん〇〇な AV、頭にチンコがついているためこうするしかない肩車 AV チンコがついているためなんとかなる気がするんですけど、そういう世界が、なぜ立たなければいけない、うん、そう、なぜこうそうなんとかなる、上に積むことしかできない寝転べばいいもの、はい、じゃあ続いて、続いても鉄の丸々ダイエンブリ、チンコが皮で包み込まれていたり乗っかっている状態からパカッと広がって包まれたりかぶせてあったり混ぜ込んでたりドレスアップしてたりするオムライス方形 AV 今ねバリエーション多いですけど、うん、すね、オムライスの、はい、なんかいいですね、うん、ドレスドームグググってそうそうそ う、 もうドレスドームですねグググググググってなってるチンコも神聖ですよ、それ特殊な神聖、はい、じゃあ続いて、ポペネームカリカリさん〇〇な AV、AV を見ながら自主トレ中、突然テレビがフルイドの、画面になる、すると井戸の中から白い着物を着た髪の長い女が現れてゆっくりとこちらに近づいてくる、そして目の前にまで来たその時突然テレビの中から飛び出しチンコをわしづかみにしそのまま行かせて消えていく貞子のおなさぽ AV いろいろいろんなところからこうね、もらってるんですけど、悪くないですね、なんか悪くないの、何が悪くないですよ、何がだよ、おなさぽになんねえし、なんねえ、あ、そう説明していただきたいですか、おなさぽものっていうのは、サポの部分がね、そう、サポができない、足りない、はい、じゃあ続いて、続いてポペネームまつりさん丸々な AV、 ハーメドリーポッターシリーズの裏垢 JK ローリングス新シリーズ今度の AV はもっとすごい、舞台は日本、時は江戸時代、成功対48手を編み出した男近藤武蔵の汗と涙と我慢汁が送る珠玉の成功体験、近藤武蔵と成功開花の夜明けハーメドリーポッターシリーズの裏垢 JK ローリングいいですね、いいね、いっぱい裏垢 JK ローリング、裏垢 JK ローリングいいよ、素晴らしいね、詰め込んだね、素晴らしいじゃあ続いて、ポペネーム第3丸丸な AV、三宝石の増えるビーズをマンコに入れたらチンコが入らなくなって悲しい AV悲しいなんでお前の心情が入ってんだよ悲しいじゃないよ、これはいいね入れたのはあなたですよね、そうね、入れたやつが悲しいのが一番意味わかんない物語始めたのはあなたなんですから、じゃあ続いて、続いても第3〇〇な AV、 ででーん、チンコポンコフレーンな AV すごいよ、見て、うん、音が入る、音がすぐ思いつくってすごい、ね、すごいわ、デコボコフレンズね、デコボコフレンズがすごいんだわ多分これは懐かしい、いや、いいとこ持ってきたな、ね、アナグマがいたデコボコフレンズ続いてポペネームクリボー丸丸な AV、ピストンした数に応じて男優が増えていく広告詐欺なスマホゲームみたいな AV 実際やってみると、そんなんじゃないじゃない、そんなんじゃない、あるよね、ね、スマホゲームのね、はい、
じゃあ続いて、ポップネームぶどうちゃんまるまるな AV、 マンリエが聖子ちゃんカットの時代を感じる AV。 こうなってるんでしょ。マンコに対してこうなってるってことでしょ。いやー懐かしいねーってなら懐かしいなんないよ。バーってなんないよ、うん、続いて、続いてはぶどうちゃんまるまるな AV、ベテラン男優のオナニーシーン、やっとパパを独り占めできて息子も幸せそうな AV。 チンコ側のね、チンコのね、うん、チンコ側の感想ね。いつも寂しがってる。そう、オナニーしてくんないから。そういうことね。忙しいしね。いいですね。一日三絡みするとね、オナニーもしませんから、うん、はい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃんまるまるな AV、めっちゃいいセックスした女優が翌朝のニュースで同じセックスをさせられてて、ちょっと滑ってる AV。 M1 の次の日の、すごい賞レース関係もありますよね、うん、あれはね、消費されてるからね、仕方ないよね、うんうん、かわいそうだけどね、はいはい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃんまるまるな AV、2人のマンゲを見た男優に大きな牙や爪が生えた、マンゲ2がトリガーになった狼男 AV。 うまっ、マンゲ2ね、なるほど、マンゲ2でもいいんだ、マンゲ2でもいい、狼男、マンゲじゃなくてマンゲ2でもそれでもいいんだ、狼になります。勉強になった、勉強になります、ありがとうございます。じゃあ続きまして、続いてもぶどうちゃんまるまるな AV、童貞が潮吹きという滝を登り竜になった AV。 伝説、伝説、伝説だ、おう、うん、かっこいいですね、はい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃんまるまるな AV、 乳もケツもチンチンも金玉もでかいコストコ AV に商店街は悲鳴を上げている。なんだよ、問題になってますからね、問題になってますけど、昨今、うん、やっぱあるんですよ、そういうの。いやだ、うん、AV ではないですから、その問題になってるのはコストコ側であって、あ、コストコとかね、イオンモールとか別に、あ、そうか、父もケツもチンチンも金玉も全部でかいのは別にいいだろう、商売あったりだよ、ガッチャさ、商店街側負けんない。はい、ということで、はい、もうね、今日は決まってます、私待ってる、はい、うわー、でも迷うな、結構いいのありました、いっぱい、うん、いやでもこれにします、今日の MVP は、ポペネーム第3の、三宝石の増えるビーズをマンコに入れたらチンコが入らなくなって悲しい AV に決定です。ありがとうございます、マジでありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、以上まるまるな AV のコーナーでした。こんばんは、石原のぞみです。石原のぞみの超ポピちゃんラジオ、毎週水曜日の21時から、はい、ということで第79回石原のぞみの超ホープちゃんラジオ、そろそろエンディングのお時間です。いかがだったでしょうか。普通音の他にもコーナーお便りたくさん募集しております。ラジオトークの番組ページにある質問を送るというボタンからポペネームを書いて送ってきてください。はい、ということで今日のタイトルをちょっと皆さんで決めていただきたいなと思っているのですが、決めていただいている間に来週のコーナーをさらっとやらせていただきます、はい、来週のコーナーはポペリス生電話と〇〇な AV、 そして変わらず普通歌の方も募集しておりますので、そちらの方も送っていただけるとありがたいです。そして何でした、ステッカーの送り先まだ送ってない方は、はい、普通歌でもいいですし、です、ね、事務所の DM の方にも送っていただけるとありがたいです。はい、はい、すでにもう前回送ってる方とかで、うん、まあ、送り先変わらないって方は別にもう送らなくても OK です、うんうん、そんな感じで、ちょっとなんか質問いただいたルルさんとかはちょっとそのまた機会があるときに送っていただけたら分かりやすいかな、はい、はい、タイトルですね、でんぐりおろろろゲロ日記、人参は石原の迷い、平田は今日お休み、平田はずっとお休みだよ、うん、はい、京野菜のお雑煮、すっきりしたゲロと爪、あのさ、ゲロばっかいじってきてんじゃねえ。ゲロってデングリンチョタープシー、最近タイトルが変わってないです、すいません、それはちょっとこっち側の問題なんで、ありがとうございます、うん、ポッツゲロゾミ、7階からでんぐり返し日記、その時 B はその時 B はあの B がね、エアポッツの神隠し、ゲロ宝石、ゲロ宝石やめな、うん、
ゲロ人数、もうゲロばっかりだね。うん、いいよ。じゃあ今日は、今日はね、今日平田は今日お休みで行きます。私はゲロをもう出してやんない。なるほど。これ嬉しいですね。平田さん聞いてると思うから。平田は今日お休みで、はい。またお休みかも。来週もまたそうですよ、お休みかもだから。来たらレアです。レアだから。みんな期待しちゃダメなんだよ。そんなに。そんな卒業から抜けきれてない皆さん。じゃあ寂しいのはわかります。寂しいのはわかります。はい、し、あの、去り際が微妙だったんで。そうだね。区切りとかなく。そう、区切りとかなく。なんか、ぬるっといなくなっちゃったんで。うん、みんな寂しいでしょうね。はい。あと、スポンサー券も皆さんありがとうございます。また、あの、スポンサー券の、あれは、来月、あると思いますので、はい、その時また読ませていただきます。ということで、石原のぞみの超ホブちゃんラジオ、毎週水曜日の21時から生放送でお届けしていきますので、ぜひ次回も遊びに来てください。それではまた、来週。